小論の時間やで。生かす小論文には、イカが住むという。小論ポイントいかたっけーん。これが小論文を週で50題こなせろいうイカドックンや。これで考えは深なるし、その分器も大きなるから、いい小論文が書けるようになんで。ついでに考えの柱がしっかりすれば、タイムオーバーもなくなるわ。源前世やと600字小論にかかった時間っていうのは、始めた頃は確かタイムオーバーとかっていうのがあったりしたけど、ほら、ほとんど時間が半分ぐらい余るようになってん。600字でそのまま文字書くだけでも平均してだいたい20分とか25分ぐらいかかるっていうんやから、こうどんだけ素早くまとめ上げてるかが、その凄さがわかるな。ほな、行くで。いかす、いたかとくん、スタート。もう、すげえ大事なところ感じたよ。それが、これ、いかシートや。ここがまとめで、ここに思いつく限りの丸と×を埋めて、ラストのこの下層のところに詳しいエピソードとかっていうのを書くね。要は、まとめ、理由、必殺技ってことやな。やっぱり下層のとこだけあって、必殺技は噛めば噛むほど味が出るっていうとこや。あとは、このまとめを1、意見を3。つまり、〇〇×やから、1個ずつっていう感じやな。ほんで、この必殺技のエピソードに3。ほんで、もう一回のまとめに1。と書くんやな。小論で本人の力を最も変えるんは作文力やない。何でも言うように深い考え、広い視野や。せやからそれを鍛えるのにこのイカだけで十分やねん。普通小論つったらわざわざ一回一回文にする。せやから一回で1時間とか、苦手で慣れてない時なんか1時間半とかもかかる。そしてそれを先生に見てもらったら先生も大変や。たっくさん読まなあかんし、読んでみんなの言いたい意見探さなあかん。やけど、以下やったら、そういうのが全部簡単にすっきりまとまっとるから、ものすごく簡単や。言いたいことがまとまっとるから、自分も書く時間がものすごく短くて済むし、読む側も、見る時間が少ないだけやのうて、何が言いたいかっていうのをピンポイントでつかめるわけやな。これも慣れたら以下ってな、一匹3分ぐらいで仕上がるから、もうものすごい楽なんで。ほんでも、本当にこの以下で大丈夫なんかなーって、思う人がおったらな、実際に、その小論文を先生に出してみたったらええわ。チェックついて帰ってくるっていうのは、例えばほら、一マス開けなさいとか、全体の8割ぐらいはまとめんとあかんでとか、ちゃんとな、制限時間内に書けんとあかんかもしれへんっていうような作文の書き方の部分よりも、意見に対するダメ出し、ここはちょっと内容が薄くて相手に伝わりにくいよとか、この意見は矛盾しとるよとか、なんか言いたいことがだんだん変わってへんとか、そういうな、なんかこう、先生は意見に対してダメ出しをすんねや。せやから、俺らがやる側も、その意見を徹底的に鍛えるっていうところが一番大事になってくんねん。本でも実際小論の勉強をする人っていうのは、結局は意見っていうことよりも、意見を伸ばそうとか深めようよりも、それを書いて600字の文をすることに時間をかけすぎやねん。全体の9割以上が作文に時間を使ってん。だから人として育ったへん。いい小論文も書けへん。以下だけやねん。以下だけ頑張り。初めてやと確かに1匹20分とか、30分はまあまずかからんやろうけど、意外とでもそれぐらいかかることもあるねん。でもな、これが慣れてくると、それが3分で済むようになる。目安は週50台くらい。平日5台で休日10台。もうそんだけやれば週3回の添削でも十分力がつくはずや。きっと変われる。頑張るよ。ちなみにイカ特訓の忘れてはいかんポイント。それは小論文を全部日付つけてクリアファイルに取っとくこと。それとタイムを測ること。これ絶対ね。イカに関しては秒まで。あと、書いたイカは必ず分かる人に見てもらって、見落としてる利点や欠点、この丸とか×があるかもしれへんから、必ずな、他の人に見てもらって、忘れてるとこ、見落としてるとこを出してもらわなあかん。その時に自分で、あ、そうやったとか、なるほどそうかってなる。それが自分の人間を深めていくことになんねん。見てもらうのは、この胴だけ。ゲソの部分っていうのは、いかに自分で書くかっていうところやから、ここはほら、人それぞれで違うからな。ほら、見る方、ものすごい楽やろ。せやから、俺なんか、週50代源先生書いてきよってんけど、これ実際見るのほとんど時間かかってへんで。せやから、このイカ特訓で、どんどん自分を深めて深めて深めて、あとは、たまに実際に書いてみて、見てもろうたり。あとは、特に書く練習で一番重要になってくるのは、この必殺技のところをいかにリアルに書くかっていうところやから、まあ、やるんやったらそこだけ特別に特訓してても、時間の無駄はなくせると思うで。ほな、小論特訓、頑張ろうか。きっといけるで。不安やったら、俺が手伝ってやるから、頑張るよ。ほな、次回でまとめや。頑張ってごな。行くぞ、ドリュー。